速探の船崎です。今回新しいゲスト中川さんにお越しいただきました。中川さんよろしくお願いいたします。お願いします。中川さんとはちょっと一緒に速探の方でプロジェクトを一緒にやらせていただいてるんですけども、簡単に自己紹介の方まずお願いできますでしょうか。中川と申します。速探で SEO コンサルタントとしてやらせてもらってまして、簡単に実績としましてはフリーになってから約1年半なんですけども、でその前に会社員として SEO をやっておりまして、その会社がですねポケパラっていうサイトを作ってる会社でして、ポケパラっていうのは、キャバクラとかガラスバッグを探すポータルサイトでして、その会社で私がスタートとしては SE としてシステム開発してまして、ポケパラをゼロから作って、その後 SEO とかマーケで伸ばしたっていう実績がございます。で、結果として SEO はエリア×ジャンルですね、キャバクラとかほぼほぼ一番取っておりまして、結果的にマックスの PV が月1億いったという経歴を持っております。直近中川さんの方でストックさんの方 SEO のプロジェクトを実施いただいていると思うんですけども、かなり結果が出てると皆さんからの評判がいいので、今回ちょっと動画でどういうふうな施策をしてどのぐらい結果が出たのかっていうのをちょっといくつかお話しいただければと思います。はい、やったこととしましては2つありまして、1つはドメインパワーを上げるためのリンクビルディング、2つ目がコンテンツの改善になります。事例としては、2社ありまして順番にお話しさせていただきたいと思います。1つ目がですねリンクビルディングを行いまして、3ヶ月で UU が 1.4 倍に上がりました。前提としてこのクライアント様はコンテンツは結構あったんですけども、DR っていうドメインの指標ですね、こちらが低かったんですね。まずはその DR を上げる施策を提案しまして、そのためにリンクビルディング、非リンクの営業を行いました。この非リンク営業が何かっていう話だと思うんですけども、やったこととしては3つありまして、1つ目がそのクライアント様のジャンルと競合サイトに貼られているリンクを調査しまして、だいたい500個ぐらいあったんですけど、それを分類分けしました。2つ目としてはその分類したものに対してどうやって営業をかけていけばリンク貼ってもらえるかっていうのを戦略の策定をしました。3つ目としてはそれのリストに対してひたすら問い合わせ本から営業とかメールを送りまくるっていう、そういう地道な施策をやりました。通常だと非リンク営業であまり戦略を考えずにやると、例えばそのリンクの種類の分類であったり、あとはどういう風にメールを送ればいいのかっていうのを考えずに闇雲に送ってしまうから、多分非リンク獲得率が多分低いと思うんですけども、多分中川さんの場合1と2のステップを挟むことである程度高いリンク獲得率を達成できたっていう理解になってます。あ、そうですね。結果的にはやっぱり貼ってもらえるのって、よくて 2,3 割なんですね、その確率をどう上げていくかっていうのは相手側のベネフィットを用意してあげることなんですけど、大抵がやっぱりこっちからもリンクを貼るから貼ってねっていうような感じなんですけど、で今回の例としてはサイトのニュースリリースに貼ってもらったことを紹介するっていう形で営業した結果、貼ってもらったかなという結果になりました。最初のステップで非リンクを分類するっていうふうにおっしゃられたと思うんですけども、具体的にどういうふうな枠組みで分類されたんでしょうか。じゃあ3つありまして、1つ目は関連の業者のサイトといいますか、卸元の会社とかですね、そういうところのリンクが1つと、2つ目が個人のメディアとかブログとかそういったものですね。で3つ目はこちらは営業というよりも登録型のサイトで政府のなんかサイトとかですね、そういうのを分類して、この3つで分類しました。1番と2番だったら営業してリンクを獲得するようなリンク先だと思うんですですけども、そちらに対してはどういう風に営業していくのかっていうのを戦略が立てられて、3番については登録するだけでリンクが得られるものの、中川さんの方で登録を進められたっていうことで分かってます。そうですね。その非リンク営業した結果ですね、3ヶ月でドメインレートが数値は言えないんですけども約倍に上がったんです。でその結果 UU が上がって CV が上がって売上も結構上がったという、こういう結果が出ました。なんかよくコンテンツマーケティングの会社さんとかだと、ドメインレートとかリンクの状況とか競合と比較せずにいきなりコンテンツとか入れ始めてしまったりするケースもあると思うんですけども、そういったことではなくて、なんかちょっと前の動画でもお話したんですけど、なんか SEO の土台であるドメインレートとか EAT の部分を整えてからコンテンツの部分の精査をしたことによってより結果がスムーズに出たよっていう事例です。そうですね、おっしゃる通りですね。事例2つ目なんですけども、こちらはですね前提としてこちらのクライアント様はコーポレートサイトと別でオンドメディアを持ってまして、別ドメインですね。コーポレートサイトの方が DR が50、60だったんですね。こっちのメディアの方が10とか20だったんで、もう速攻でコーポレートサイトのサブディレクトリに引っ越しましょうっていう提案をしました。結果からお話すると半年で UU が2倍に上がりましたと。リーダイレクトかけて多分引っ越しされたと思うんですけども、引っ越し直後にすぐに UU が上がってきたのか、引っ越し後、しばらく経ってから半年ぐらいかけて2倍に上がってきたのかでいうと、どっちでしょうか。全社で約2週間後にも上がりだしました。でそこからじわじわ上がっていって、結果的に UU2 倍になったっていう流れですね。ということは、なんかこれを見ていらっしゃるような企業さんの中でも、もしかしたらその活用してないドメインで強いドメインがあれば、今活用してるサイトのコンテンツをそこに正しく移管するだけで、特に他は手を加えずトラフィックを
何倍にも伸ばすことができる可能性があるってことですね。そうですね、この話ってよく聞くんですけど、じゃあ引っ越しでミスって逆に順位下がったって引っ越しで聞くと思うんですね。容易にそういう話聞いたからやってみたけど下がったっていうのが結構あって、リダイレクトとサーチコンソールの設定があるんですけど、こういうのを正しくやらないと本当に地獄に落ちるので、本当にこう慎重に専門家の意見を聞きながらやった方が絶対いいんです。ここまでがドメインパー、リングビルディングの話でして、ここからがコンテンツ改善のお話になります。でこちらもその事例として行ったことがありますので、それをベースにお話しできればと思ってます。主に記事型のメディアの話になるんですけども、その記事型メディアでコンテンツの構成設計をどうするかって話になります。コンテンツの構成を作る手順としては2つあって、1つが関連キーワードと言われているサジェストとか再検索キーワード、こちらも洗い出しますと。もう1つが上位サイト、例えばそのキーワードで検索した時のトップ10のサイトのコンテンツを洗い出して、どういうコンテンツがあるかっていうのをちゃんと整理する、その2つの情報をもとにどういったユーザー検索意図があるかっていうのをしっかり落とし込みます。注意点としては、関連キーワードを重視するのか上位サイトのものを重視するのがあると思うんですけれども、私の実績としては関連キーワードはあまり過剰にしない方がいいかなと思ってまして、というのも実例としてあったのか、キーワードを伏せるんですけども、このキーワードで検索した場合のトップ10の内容が圧倒的に検索意図が2つに分かれたんですね、1つは〇〇でできること、1つは〇〇の機能維持なんですよ、分かれたんですけども、関連キーワードが移籍してしまうと、この2つの検索意図を1つの記事にガッチャンコしちゃう場合があって、ただユーザーとしてはバラバラのこう検索意図が1つ含まれてて、分かりづらくなってしまうケースがあるんですね。なのでこの成功事例としては、今の2つの検索意図の記事を別々で作って、それをそれぞれ内部リンクでつなぎましたと。で結果的に3ヶ月ぐらい経った後にそのキーワードが5位から1位になったという、こういう実績がありました。この今コンテンツの改善の話で一番大事なところっていうのが、今のその Google のアルゴリズムって大体ドメインパワーがまあまあ強ければ1ページ目に出ると思ってるんですね、でその後はユーザーの検索の行動がすごい大事と思ってまして、要するにユーザーにとって本当に利便性のあるコンテンツを作っていければ、サイトに来た際にそこでもう課題とか悩み解決されて Google に戻って再検索しないと思うんです、この戻る行為っていうのが結果的に Google からすれば、このサイトでは悩みが解決できなかったから戻るってイコールマイナス評価に当たると思ってまして、この検索に戻るっていう風な行動を極力減らすようなコンテンツ改善をしていくことによって、一時に上がった後にじわじわ順位が上がっていくっていうような、そういう考え方を私はしています。ちなみにユーザー行動を改善するための施策って具体的にどういう施策をされましたでしょうか。抽象的に言うと、ユーザーを満足させるコンテンツを作るって話なんですけど、具体的な細かい施策で言うと、ユーザーが満足できる構成を作って、さらに監修者を表示しました。監修者がいると詳しい方が言ってるんだってことでやっぱ安心すると思うんです、逆にないと誰が言ってるか分からないと不安になるじゃないですか、不安になると再検索しちゃうので、そういう施策をやりました、でもう一つ実はありまして、その記事のヒートマップを入れて、ヒートマップでクライアントさんと見ながらユーザーがどこまで見たかっていうのをヒートマップで分析して、それで改善を繰り返したっていうのはありますね。中川さん、ありがとうございました。中川さんは一斉の指示書を作ったりとか、そこだけではなく、どうすればクライアントさんが実行されやすいのかとか、実行のところにもすごく重きを置いて豊富な知見でやっていただける方なので、ぜひ中川さんにご依頼したいという本人の経営者の方はホームページからお問い合わせいただければと思います。ありがとうございました。